ちょっと落とし さあ始まりますよ。そうですね、はい、そういう感じじゃなくて大丈夫。さあ、ね、今こっちしかこの PV に上がってくる、だから優勝の方は今 PV が流れてると、うん、はい、そうですね、なるほど。ツイキャスの方は歌が聴けるみたいな感じでしょうかね。そうですね、優勝とはまた別で、別でこっち生配信をメインにするんで、恋する木曜をお楽しみだから、恋する木曜配信なくて、ツイキャスお願いします。ツイキャスの方さい、ね、今 PV が流れてます。わあ、いいね、これはすごいですね。ユースト、ユーストを見ればいいのかな。ツイキャス、ツイキャスでこれ見れるんですか。見れます、映像を、映像がツイキャス、なるほど、見れます見れます。僕もね見てるんですよたまに、回り込むから音を離れた、見るんだったらその音が出ないようにして。さあ、PV がね、かっこいいですね。いや、いい PV ですね、うん、あの黒塗りがいつも秀樹なんじゃないかって言われますけどもね。そうですね、うん、まあ秀樹ですよね、これは。いや、これ違いますよ。あ、違いますか。僕はね、裸に黒塗りしてません。あ、そうなんですね。はい、コメント見れない、書き込み、コメントですか。さあ、ユースト探せない、あれですよ、でツイキャスで見れますよ。ツイキャスだっつってんだ。ツイキャスで見れますからね、ぜひ。あ、見れてますね。はい、そんな難しくないと思います。ツイキャスで今 PV が流れてるはずです。あのアップで撮れます。はい、ぜひね撮ってくださいね。で、今放送してるやつが何があるっていうので多分出てきたら2入ってるでしょ。はい、ぜひ探してみてください。計1104名ですね、すごいですね。観覧が462人。あ、すごいですね、こちらのツイキャスは今97人ですか。でもこっちのツイキャスで見れるんだったらこっちに来りゃいいのにね。そうですね、そうです。これどういうことですかね。ツイートキャスティングライブの方に行けるはずなんだけど。そうですね、同じですよね。そうそう、だからハデルアカウントじゃなくてアツシの方の、あ、終わる。はい、さあ、ということで、ジュアル KB のですね、はい、PV、はい、今度発売されます、はい、10月10日に発売されます V というアルバムの中から、はい、デッドロックのプロモーションビデオを見ていただきました。はい、ありがとうございます。今日は JRKB の、メンバーの、はい、ギター担当してますエディです。バイオリン担当してます秀樹です。そしてボーカルのハデル3人で、僕の家の、空き部屋スタジオから生配信しております。 JRKB、はい、がね、間もなく、はい、このね、新しい CD が出るっていうことで、はい、緊急的な感じで生配信をしております。ありがとうございます。テロップも出ました。はい、おー、すごい。10月10日に発売されます、はい、V、はい、
ぜひちょっとね、見ていただきたいですよね。これはね、聞いてもらいたいし、DVD もね、初回限定に入ってますから。そうですね。僕らそうなんで、あの DVD ってまだ見せちゃいけないんでしょ。DVD はまだでしょう。はい。歌は、どんな歌が入ってるかはお届けできるんですか、ね、はもう、解禁されてるので。そうですね、うん。はい、ラジオとかでも流させてもらってるので。はい。5人組なんですけども、今日1人は仕事が忙しいっつって忙しぶってきてないんです。そうですね。そうなんですよね。はい、ぶってきてないです。嘘つけと思うんですけどね。もう1人は、はい、今中継先の方に出てまして、はい、これ画期的ですよね。ツイキャスで。いや本当そうですよ。中継がつながる。はい。どっかにじゃあ行ってもらってるってことですか。そうなんですよ。あ、なるほど。ちょっとね、中継先の人を呼んでみたいと思います。ちょっと電話するように言ってください。はい。間もなくですね、中継先から電話がかかってくる、はい、かかってくるんですね。そうしたら中継をつなぎたいと思いますけども、はい、あのベースの団地がですね、はい、渋谷の街の方に繰り出してるんですけども、今日思いついたんですけど、相当な雨が降ってるらしい、はい、そうです。今はどうかちょっと分かんないですけど、はい、大粒の雨降ってましたよ、東京都は。すごかったです。ね、すごい。でもそういうのもね、分かると思うんですよね。渋谷の状態、そうですね、そうですね、状態とか教えてもらえる。車乗ってたらもうなんか車に穴が開くんじゃないかっていうぐらいのバラバラっていう、バラ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 っつって、すごかったです本当に、うん、急でしたよねあれ。そうなんですよ、クサッてきて。いや雨量が すごかったですね。すごかったですね、うん、渋谷に出てもらってますか。10時過ぎの渋谷、いいですね。どんなもんなのかね。はい、まあ、ちょっと電話かかってこないで、もうじゃあこのままもう繋がないでいきたいと行かせるだけ行かせて。 すごいんですよ、やっぱ都内は豪雨です。わあ、今も、うん、ほんとや。2分の5さんですかって来てますけど、あ、今日は違います。今日は違いますね。はい、今は弟ですね。弟の方です。はい、うん、電話してこない気なのかな、あの中継先の人は。そうですね、どうなんですかね。今見てれば、そうですね、分かるはずなんですけど、ね、そうですね、うん、まあいいか、繋がないで、もうほったらかしでね、もう来たらにしましょうかこれね、あ、来ましたね。あ、来ましたね、来ましたね。間が悪いわそうだ、声がね、聞こえないと思うんで、はい、イヤホンしないと。俺しかイヤホンないです。あ、わかりましたちょっとこっちで。あ、はい、すみません。じゃあ2人、もしもし、映像が悪いですね。もしもし、もしもし、絵を写せよ、絵を絵を写せよバカ。あ、でもちょっと写してんのかな。あ、絵を写せよ。聞こえないじゃないよ、スピーカーにすりゃいいじゃんいや、来ましたねベースのダンチさんです。もしもし、イヤホン買えよお前、ツタヤでよなあ、イヤホン買えよツタヤで、イヤホンを買えよこの野郎イヤホン買え、この出直してこいこの野郎ツタヤに売ってっからイヤホンいや、かけ直せっつってんだよ。なるほど。すいませんね。すいません、ちょっと。まあまあちょっと初めての試みですから。はい、まあ俺いつも一人で生配信してるともうここだけでいいんですけど。そうですね。なるほどね。イヤホンだとやっぱやり取りができないですね。こう。でも僕も自分を一度うん、受けてきていただいてですね。生配信やったよね、はい、お前んちから。はい。あれもやっぱり僕もイヤホンをした方がいいっていうのを気づきましたね。なるほどね。はい。すごい。イヤホンがあったらもっとやりやすいとか。やりやすかったです。でもその割にもちゃんとできてたよね。そうですね。淳さんも、あ、淳さんの、いやいや、その時は淳さん、その時は淳さん、淳さんの、うん、声がすごい鮮明に聞こえたんです。その時のね。はい、うん。全然やりやすかったです。やりやすかった。やりやすかったです。だから街の中だから雑踏に紛れて声が届かないんだろうね。はい。僕出た時は、そうか、電話だけだったんだな。そうなんです。コンビニで買い物をするってやつは電話だけでしたから。そう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 。そうか。
そうで、まあ、音声だけでつなぐっていう手もあるんですけどね。ああ、なるほど。でも、まあ、せっかくだから行きたいですね、映像を。だしょ、はい、せっかく渋谷に行ってもらってるんですよ。でも、ジュアル KB ってね、まだね、知らない人がね、たくさんいると思うんですよ。あ、なるほど、そうですね。うん、いや、一度見てもらいたいんだけどな、ライブを。7年前から活動を開始してるビジュアル系バンドなんですけども、はい、最初7人組だったんですよね。7人で。そこから5人組になって。そうなんですよ。今7年経ってるんですが、一応夢が武道館でライブをするっていうことで、はい、そこに向かって今頑張ってる途中なんですが、なかなか遠いですね、道のりが。そうですね。こんなに難しいとは思いませんでしたね。めっちゃ遠いですね。ただあんまりこうやって素顔をさらけ出すビジュアル系バンドもいないと思うんですけど、そうなんですよ。そんなにないですよね。見てくださいよ、このこれが今回のね、はい、衣装なんで。で、CD がどっかなかったかな。 CD がね、 CD ありますか。あるはずです。はい、あ、見つけましたね。今度出るアルバム、はい、よいしょ、こちら。遠くなっちゃったか。僕がじゃあカメラに寄せていきましょうか、グッと、うん、あれで動かせる、これ。あ、そうですね。ちょっと寄ってください。お願いします。これが次出るアルバムなんです。はい、こちらの、これですね。はい、これですね。来ました。この小学生がビジュアルメイクをして、そうですね、ちょっと違和感を感じさせる、はい、で裏がメンバーですね。メンバーになってますね。要はこの V っていうタイトルなんですけど、はい、あなたにとっての、あなたにとってのビジュアル系とはどういうものですかっていうのをですね、はい、普段ビジュアル系バンドをやらない人たちに楽曲を制作を依頼してですね、作っていただいております。はい、これはもう買おう買おうだって。わっ、ありがとうございます、うん、ありがたいね。あの、初回限定には DVD ついてるんでね、はい、ぜひ見てほしいんですよ。そうですね、ライブのパフォーマンスを見てもらいたい。そうなんですよ。一回来ていただくとね、なんかジュアル KB ってなんか芸人さんが集まってただふざけてバンドやってるんでしょうって思われがちなんですけども、はいはい、全然もうそんなことないですよね。全然ないです。ふざけてないのはふざけてないのでどうなんだっていう人もいるんですけど、うん、でも他のバンドにはできないパフォーマンスをしてますよね。してます。してると思いますけど、うん、で結構あのそのミュージシャンのお知り合いになったミュージシャンの方々が、うん、そのジュアル KB に影響を受けることもあるというお話を聞いたことあるんですよ、うんうんうん、このパフォーマンスいいなとか、うん、ここが勉強になるなとか。だからやっぱりそこまでやっぱり、まあ、真剣は真剣にやってるんですよね、だから一回それをねライブで見てほしいんですよ真剣さを。ここでちょっと私あのふざけてるに映るかもしれないですけども、でもライブを見てくれたら、あ、なるほどね、あの時あの人が言ってたのは本当だったんだというのは分かりますね。一人喋りできます意外と。そうか、あれを見てもらえばいいんだね。今これ昔の結成当初の、はい、プロモーションビデオ、7人組だった時の、はい、インディーズの頃の2曲目の曲ですね、はい、恋傷っていう曲のプロモーションビデオなんですけども、はい、これは懐かしいな。懐かしいですね。6年前ですか。でもせっかくなんでライブの映像を見てもらった方がいいですもんね。あ、そうですね、ライブの映像も見てもらいたいですね、うん、ちょっとおしゃべり一緒に。はい、わかりました。ライブの映像探しますか。はい、わかりました。いや、これすごいね、ライブの映像も出せたりとか。そうなの。そうですよ、もうパッパーっとできちゃいます。これは本当すごいな、うん、もうスタジオですよね。はい、もうだってもう壁、この壁もスタジオっぽいですからね。本当にちょっとお伝えできないのがね。ここで壁ですか。はい、何て言うんですかね、壁はスタジオ。壁と、あ、そうですね。あとまあお隣さんも気にならないんですよね。全然気にならない。すぐ隣じゃないですからね、うん、分厚いですから、うん、そこもいいですよ。はい、いや、このね、 V っていうこのアルバムはね、やっぱどんどんメンバーもこだわりが出てきたんでしょうね、うん、もう、あ、V の話に行きます。今ライブの映像で。あ、すみません。あ、おっと来ました。来ましたね。これがいつのライブでしたっけ？5月のライブですもんね。2000… これいつだろう？トリバラなんで。いつ？
ブリッツ、赤坂ブリッツ2010あ、これエリーさんです、エリー、はい、あ、私です、これはい、マスクつけてるのは、これは誰って言って、二人は誰なんて言って私たちですか私たちはバンドのメンバーですよけど何か問題でも問題でもありますか、バンドのメンバーでしょ、問題ないですよ、全く、何も問題ないね、はい、あ、これは、ドラムの方ですねこれ今日欠席のドラムの方ですね、で、これが秀樹さん、これ私、ね、私チェックするとこんなに変わるんですね、ライブ行きたいという声で、おお、いや本当に、いや本当に、いいライブなんですよ、いや本当そうなんですよ、ね、自分たちで言うのもあれですけども、はい、いいライブしますよ、なんか初めて来た人もわこんなバンドだと思わなかったみたいなね、はい、そうですね、意外だなっていう感じでいつもね、あ、これハデですね、ハデに来ました、はい、来ました、ボーカルです、ボーカルハデですね、髪が伸びてるんですね、この時は、そうですね、映像も見てください。このこだわった映像、これも素晴らしい。これをどうにか知らない人にもね、ぜひ知っていただきたいんです。そうなんですよ。だからその人がまた友達を連れてくれば単純に倍になるんだけどな。ちょっと曲の方ね、静かに見てもらいましょうか。はい。ジュアル KB でさっき両断。こちらのツイキャスを見てる方はできれば映像の方に行ってください。そうですね、ツイキャスの人ってなんでこっちの映像に来ないんだ。そうですね。映像の意地みたいなのがあるの、はい。どうでしょう。でもね減りました。59名まで減りました。100ぐらいいたのが半分ぐらい。でもまだ完全に向こうの方がいい感じでやってますんで、あの昔の映像とか流してますんで。そうですね、二重放送難しいですな、どっちかにしないとね、そうなんですよね、まあ、ちょっとこれはだからここが最悪こっちでやってとか、はい、だからこっちがこっちのツイキャスが今日みたいにできるときはこっちのツイキャスは立ち上げなくてもいいのかもね、そうですね、こっちに移行していただけるのかな、ね、ごめんねで、このここでできないときはこっちのツイキャスでやる、そうですね、音だけでね、お届けっていう、ごめんね、めっちゃいいね、一回みんなあっち行ってみようか一回で、ここの今55人がごめんちゃごめんちゃもっと減ったら消すから、うん、ごめんちゃごめんちゃ一回いなくなってみんな一回50人切ってみよう、50人切ったらここ切るからね、うん、50人切ってみよう、切らないよ、じゃあそんなこと言ったら、よし、じゃあ分かった、100人超えたらやり続けるよごめんちゃごめんね、今こっち行ったらね、ジュアルのライブ映像流れてますからね、だってこっちを見れてるってことあっち見れるもんね、見れるですよね、見れるってことはこっちを切られたから私見れなくなりましたはないもんね、ないですよ、ない、はい、じゃあもうちょっと切りましょうか、はい、ちょっとすいません100人いかなかったので、はい、こちらは今回は、ダブル放送が難しいのですいません、はい、またこっちで放送するときよろしくお願いします、ごめんちゃい、ごめんちゃい